皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は静岡県富士見高校の2つのイベント、これを紹介します。1つ目は1日体験入学です。令和6年10月26日の土曜日と11月9日の土曜日、2回行われます。9時から受付で、9時30分から在校生によるコースの紹介から、10時30分からは中学生と保護者に分かれて、中学生は体験授業、保護者の方は学校の概要説明と授業見学、このようになっています。その後11時30分からは希望する方、個別相談と部活見学、これができます。2つ目のイベントは寺子屋富士見です。こちらは令和6年10月12日の土曜日、11月16日の土曜日、2回行われます。時間は午後の13時30分から15時30分。内容は高校生による前年度の入試の問題の回答の解説、それから高校生と中学生の学習の交流、このようになっています。どちらも事前申し込みが必要です。申し込みは、ホームページの方からお願いしますとのことです。なお10月のイベントはもう受け付けていますが、11月の方のもの、こちらは1ヶ月前からの受け付けになるそうです。よろしくお願いします。今回は静岡県富士見高校の2つのイベントの紹介をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。